佐々木陽次でしたが、パスをカットした中川、一人で自分で仕掛けてエリアの中、左足まだある、田中圭太決まった。FC 琉球鮮やか、開始早々中川香崎の突破から最後は田中圭太、今日注目に挙げていた田中圭太が決めました。先制したのは琉球。中川がシュートに行って跳ね返ってきたボール、田中にパスを送って田中圭太がここはしっかりと決めていきました。